あなたが先手です。お願いします。早繰り銀が得意戦法とのことだったので、私が早繰り銀したいと思います。はい。早繰り銀っていうか、原子棒銀なんですよね。こう。原子棒銀。こう。将棋って、こう。これはちょっと端から出る手を防いだんですけど、将棋、いや、これ歩つくとちょっとなんかこう、横歩取られるとか気になるか、一旦金上がっとくわ。一旦ね。で、いや、これ歩つきたいけど、永遠に歩つき同歩同飛車からこう取られるって気になるか。え、原子棒銀ってもしかして、オワコン？もしかして原子棒銀ってオワコンですか？いや、まあまあ、ついてみるか。いいわ、なんかもう、取られても。取られても最悪銀引いて、飛車引いた時に銀でとかでこう、手順に銀立て直せるんで。これ、うぴょーっつって言ったら、うぴょーこれが、同歩なん？同歩ってなんか同銀で手順に銀出れるから、嬉しいような気がするんですけど。で、歩って飛車回ろうって話してる？でもそれ別に銀引いて受かってると思うんですけど。これが棒銀のパワー。やっぱ棒銀？将棋は。やっぱ棒銀するとくしゃみも出るんですよね。同飛車の時に歩つくっていう手も受けの手筋ではある。これでなんかちょっと回りにくくしてて、同飛車なら、まあでもこの場合同飛車で別に何でもないか。なんか同飛車だとなんかこう、角打ちとか角打ちとかで狙われやすくなるんで、それで対応するっていうのあるんですけど、まあ今回別に同飛車で取られてちょっと次やることがなさそうなんで、ここはおとなしく受けといて、飛車回ってきたらまあ銀引いといて、銀取り受けとけば、まあ手順に銀使えていいんじゃないでしょうか。これはでもまあ作戦としてはまずまずな部類な気がするけどな。あ、引き？引き肉？そういうもんか。まあ確かに、歩突き同歩同銀とか行くと、その瞬間角ピョーンでピョーンってされるんよな。とはいえ、それ防ぐために歩突く？でもここで歩突くのはさすがになんかこう、歩打ち同歩同飛車からビョーンって来られて嫌か。ちょっと一回銀上がろう。一回銀上がって、で歩突いて、これで次に歩打ちを狙おう。ここで歩打ち同歩同飛車は、銀上がって歩守れば、横歩取られる心配ないんで、で、まあ、歩打たれても、角引いとけばいいんで、大丈夫。で、歩打てる、角引くしかない。そこで歩打ついてこっちだけ通していけばめちゃめちゃ気持ちよくない？めちゃめちゃ気持ちいいんですけど、これ。この棒銀、それは危なくない？なんか、歩突き同歩同銀、歩打ちに、なんか同銀なりとかバカバカいけへんの？まあでも難しいか、玉が意外に守り効いてるか。なんかこれ玉がここだと、歩突いて同歩同銀、歩打ってきた時に角切って、同金しかないんですけど、銀なりで突破するみたいな手があったんですけど、角なりに同玉って取れるようになってて、同玉って取ればここを補強できるんで、意外と突破が難しいって相手の方は言ってますね。いやー、その説はあるか。じゃあ一回玉、一旦玉かことか、ちょっと角が王手とかなるのも気持ち悪いし、棒銀！棒銀とか良くないですよ。棒銀はオワコンなんで。いやー、確かにでもこれ、相手陣をあと一歩こう追い詰めるのが難しいか？そんなことある？いかにも潰れやけどな。いかにも潰れてる顔してるけど、
あれが潰れ、あれが潰れてないってことがあるの？桂馬跳ねたいけど、歩打たれたらさすがに嫌。桂馬跳ねて、歩打って、桂馬跳ねて、歩なり、飛車引き。いやーと、金作られんのはさすがに嫌か。飛車浮いて、銀に桂跳ね。銀出て、攻め合われる。うわ、むっちー。これむっちーわ。一回角出るか。ちょっと棒銀緩和するために。で、桂馬跳ねて、銀を出させないようにして、ちょっと棒銀一回食い止める。ここで歩を突くと、銀引く？一回突くか。いやー、使う方がいいかなー、これ。ついたら後々桂打ちとかの傷になっちゃうかな。追い返せるのはなんか一瞬気持ちいいけど。一瞬気持ちいいって感じなんですけど、一瞬の快楽にかまけてる、これ。一瞬の快楽にかまけた説あるな。ここでの指し手がむずいか。桂馬跳ねたい。歩打たれんの嫌。桂馬跳ねて歩なられる。もう行くか。もういいわ。怒った。切れました。もう歩打たれても桂馬跳ねて攻めていく。もうその後は知らん。と金作られんのもでかいか。まあでもここ跳ねれると桂成りと、あと後々角切って同玉に銀打ちとかもガリ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 攻めていった時に桂馬がここ効いてるんで、でかいっていうのはある。それは歩で追い返せるけど。歩疲れちゃう？歩突かれちゃうくない？まあ、取って取って歩成りでと金できるからって言えるか。荒いね。荒いね、それ。でもそれしかないか。ちょっと歩突かれて、角引くようでは、歩取られて何やってるかわかんないんで、行きがかり上歩突かれたら、もう取るしかないですね。で、取って歩成って、歩成り同銀。まあ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 、一応それで耐えてるか、それで耐えて、と金が5、3にできてるのはでかいから、まあ勝負にはなってるか。結構嫌か、相手の方としても。よし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 。まぐれ。将棋はガチで運ゲー。こう読んでなくても奇跡的に、こっちがいい手段が残ってるっていう。ガチで運ゲーなんで、祈れば通じる。まあ引かせたら、桂馬跳ねようかな。桂馬使えるっていうのと、ここに桂馬いると、やっぱいつでも歩打ってこう、歩なり狙われるのが嫌なんで、これで、行って、行かせてもろて、歩突き同歩同銀、歩打ってくる。そこで歩突いて歩なり狙う。多分同銀だけど、もう角切って、同玉に銀を打つ。同桂同歩なり同金、同桂なり同角。桂馬。なんか潰れてるでしょう。いけ。いけ。角で銀取られるのは痛いか。いや、なんか取ってもらったら歩成りで、壁の反対側から攻めて金銀両取りかけれるかなと思ったけど、角で取られると通ってくるのは痛い。まあでも角で取るのはなんかいつでも切る手があるからやりにくいか。で、同銀でしたね。もう、行け。行ってまい。行ってまい。同金なら銀なり。同玉なら銀打ち。これはうるさいでしょう。これは並大抵ではわからんと思うけど、これを上がらせたのがでかいんですよね、これを。桂馬跳ねて、こう、桂成り受けるために上がってきたんですけど、これを上がらせたことで飛車の横利きが消えてるのが、メタメタでかくて、で、同金だったんですけど、これ銀成りの時どう受けるんやろ？あ、銀成りの時にフーって受かってるって言ってんのか。まあ、とりあえずでもこれ銀成るしかないか。同金同飛車成りは受けないと思うんですよね。同金同飛車成りは、
相手の方、金持ってればここに金打って受けるっていう筋があるんですけど、金がないと。ここに銀打つのはこっちから金打って詰みなんで、同金同飛車の形は普通金を持ってないと受からない形。だからそれはしてこなさそう。手筋は歩打ちで、角の利き通して、受けてくる。角の利きで、ここを止めてくるって感じですね。で、叩いてきた。これは同飛車で、角打って飛車桂両取りの筋あるけど、それは角打った瞬間に金取れば相手玉詰みやから大丈夫やから取る。ああ、一回不安定にして、ってことか。角の筋残してから歩打って止めようって話ですね。これはでもなんか決まってるけどな、普通。取って同玉銀が普通はきつい。同桂に飛車走ってとかガリガリいけるから、いけいけでいけば、気合はなんとかなってるけどね。でも将棋って気合だけじゃ会話できない時あるからな。まあ、取るか。同玉に銀、同桂、飛車走る、歩打つ、歩成同角。なんか、ちょっと上逃げられそうで怖いっていうのはあるか。まあでもこんな銀打つしか見えん。こっち桂馬取られる手見せられてて結構忙しいんで、ここで殴り散らかさないと、攻めが切れてしまうと。で、銀打って同桂で取ってくるんですけど、同歩成なのか、飛車走るのか、そこがまた迷いなんよな。究極の二択。飛車走った時に銀とかがっちり受けられて攻めが切れちゃうっていうこともある？飛車走って銀嫌か？もう何もわからん。いやーでも飛車走るでしょこんな。歩だともうちょっといい攻めあるかもしれないですけど、こう歩なって同角に同桂成同玉金打ちとかでこう王手歩取りかけれるんですよね。その時にここに打ってるのが銀だと同銀って取る筋があるんで、銀打って頑張ってくるっていう手も考えられる。ただ銀打つといつでも切られるリスクがあるんで、そこがどうか。そこがどうかなんよ。まあでも普通からんでしょう。もう気持ちよく決めさせてくれ。気持ちよく鳴らせてくれ。気持ちよくさせてくれ、これは。まあ、逃げるのはないですね。あ、銀打ってきましたね。これはまあ、取って、桂馬。同角に桂馬。玉逃げた時に角をボロッと取れる。ただ飛車をボロッと取られる。それ寄ってないんかな。いやーもうそれを寄ってるって言うしかないか。逃げるのはここで、金捨てて、同玉に飛車成りとか、飛車成れて、で、飛車成れたらまあ攻めは切れないと思うんですよね。だから玉上がってくるのが怖いんですけど、いやーそれ攻め切れてんのかな。角取って飛車取って、カオス。そこで歩とかなんか叩いていけるから大体寄りでしょう。そんな玉上部に来て、叩ける形作れたら、大体勝ちでしょう。とかも寄ってくれませんか。こっちだと金で分かりやすく勝ちな気がする。金打ちです。これ激痛でしょう。金打ちです。こんにちは。こんにちは、金打ちです。これは痛いはず。同玉しかないけど、飛車助かればね、攻め切れる心配ないでしょう。金打って受けられる怖さはあるけど、それ角取る手がぴったりで、竜取ってきても頭銀で詰みなんで、攻めが繋がったことをここに誓います。とか言ってると切れるんよ。しかし、これは受けないでしょう。まあ、早逃げとかで詰みを防ぐのはあるけど、角ボロリンチョしとけば、
どん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 攻めが厳しくなっていくので、普通は勝ちですけどね。まあ、逃げたら桂成の方がいいか。ちょっと攻め駒増やしていく感じで、迫っておけば、受けはないでしょう。攻め合いも、こっちの玉はなんか手が突き出すとすぐ寄る形なんですけど、今一瞬、この瞬間詰むとかいうことは結構ない形してるんでいっぱい守ってるし。なんか角から金とか取られると早いんですけど、それは桂成が、あ、桂成竜取れんのか。で、銀やからここ効いてるって話か。しかし銀打って、逃げて取って同玉桂成逃げ銀同金同桂成飛車打って、合駒して角離して打って、これ銀で勝ちかな。同角は同桂成から迫っていく。逃げるのは竜切って。まあ逃げたら銀タダで取れてるんでおっきい。逃げた時竜切って、同玉なら桂成から多分詰みですね。飛車打って、合駒しかなくて角離して打って、詰みですね。これ逃げて竜で銀取って、同玉なら桂成から詰み。ちょ、マッハで詰まそう。逃げてきたら。でも、同角は同桂成で、また王手銀取りかかって、どん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 迫っていけるんで、それも負けはなさそう。棒銀気持ちよすぎひん。まあ、最悪逃げてきたら桂ならずでもいいんかな。王手で角取って、同銀なら同銀成で行くと。はい、気持ち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 。逃げられたら飛車成りで、あ、飛車取りでいいか。あ、違う違う、逃げられたら竜で詰みか。それ考えてからさせよ。逃げられたら、取って同玉、ちゃちゃ、取って同玉で、詰みまで、あ、角打てば詰みか。これ詰み筋入ってますかね。あ、逃げられたらつまんか。逃げられたら、あ、ちょちょちょ、逃げられたら竜で詰みって話した。それで、合駒しても同銀成りで、同飛車なら角打って詰み、同金なら角で詰み。逃げても飛車取って王手していけば、まあ、詰まなくても、こっちの玉安全なんで、勝ち筋ですね。ありがとうございました。あなたが後手あでなたが後手です。棒銀。対局開始。棒銀。棒銀プレイヤーってことを。一番棒銀が使いにくいご機嫌中飛車とかしてみるのどう？相手の得意を封じる。ご機嫌中飛車に棒銀ってできないんで、棒銀嫌な方はもうこれが最強の棒銀対策なんですよね。で、さらに言うとですね、これが最強の棒銀。これ最強の棒銀なんですよね。近藤正和九段じゃないわ。今、七段かな？が、このご機嫌中飛車って作ったんですけど、その近藤七段がおっしゃってたみたいですね。この中飛車の銀は最強の棒銀だと。居飛車の棒銀がなぜ使われないかっていうと、まあ、使われるんですけど、なぜ、なんかちょっとこう、主流になってないかっていうと、銀がここにいるんで遊びやすいんですよね。ただ、ここの棒銀は中央にいるんで、絶対遊ばないと。絶対遊ばない棒銀なんで最強って、これ日手？後手番だから日手でもいいんですけど。わ、日手ご所望されてる。許しません。その日手で逃げようなんて許しません。もう切れました。そんな千日手にしようなんて言う思想は、私は許しません。え、でもそれ嫌やな。え、ちょっと待って、それ普通に嫌なんですけど。そっから動かれんの。ええー、そっから動かれんの普通に嫌。これ同歩なら同銀でなんか銀ぶつけとか狙われんの非常に嫌なんですけど。いやー、日手にしとけよ。日手におとなしくしとけよ。とはいえ取られて、同銀はなんか歩とか狙われるし、同角は銀出られんの嫌やから取る？同銀に次銀、ボン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 。それは？桂馬跳ねとくと？
銀銀が嫌なんで、桂馬跳ねとけば、銀銀に同桂ができるんで、一応受けれる。桂馬跳ねとくか。で、銀出させて、歩打てば、なんか全然真ん中取ってこない。それ怖くないの？なんかそんなことしてたら、取れなくなっちゃったりするよ。まあ、振り飛車側としてはちょっといつでも角交換して、激しい戦いにしたい感じもあるので、歩ついて、まあ、いつでも歩戦いを起こせるようにするか。あとは金上がりたいね。でも金上がると角打ちが、飛車と歩の両取りになってしまう。そういうジレンマ。そういうジレンマは抱えてる。で、位は取ったら確保しろって言われてるから、確保しとくか。5筋の位最初取ったんですけど、そういう位取ったら確保しろって、ハワイで親父に習ったんで、金上がって、位取ってから金上がって、とりあえず美濃囲い作っときます。ふとくし形がふとくしすぎる。いい形すぎる。これが素晴らしい。この棒銀が。あー、素晴らしい。この形は素晴らしい。見てください、この素晴らしい陣形を。何一つ遊んでない。一旦端歩ついといて。これでも相手の方なんか穴熊とか狙ってんのかな。銀から穴熊にしてくるっていう可能性は十分あるんですよね。穴熊にしてくる確率 120%。 むしろ穴熊にする以外手がないっていうことない？穴熊にする以外手がないんじゃないかっていう意見を述べてみたりするのもあるかなと思うんですけど、そもそもなんかこの陣形が手厚くて相手の方から動くことは難しそうで、手を待つ手って言ってもなんか、この、ま、手待ちって大体まあ玉の囲いを、そう進展させるっていうことが多いんですけど、あの形は玉の囲い進展させるなら穴熊しかない感じがしたんで、穴熊でしたね。穴熊には桂馬跳ねて芝く。桂馬跳ねて芝く。それだけ。それだけの簡単なお仕事。もう強者上がってきたらノータイムで桂馬跳ねよう。はい、もうノータイム。何も読んでないけど。読めよ。頼むから読んでくれよ。これ、歩ついたら角なられるやん。読めよ。なんで読まへんねん、お前は。でもこれ、つけないようだとおかしいからつくわ。いや、なられるけど。ここで逃げるんじゃ頭おかしいか。一応取って同金歩付きでも攻め合うっていう手はあるというか、まあ一応どころかそれが本命なんかな。それ本命説はあるか。もう飛車なんていらんと。このこっち行ってこっち行ってる感じが、こう玉、こっちの玉からこう逆サイドに流れていってるんですよね。こう流れ的に。こう流れてるじゃないですか。こっちの取って同金歩っていうのは、こう言ってるんで、流れがこう相手玉方向に向かってるんですよね。だから駒の効率が、駒の効率とかこう流れがすごい、相手が悪いのに対して、こっちはすごいいい方向で向けてるんで、もう行くわ。俺、行くわ。同金に歩つい、あ、取って、取ってこない手あるやん。ここで取る手ありますやん。ここで取られたらどうします？金取って同金の形が意外と、これ金取って同金の形がこう玉寄る余地できて結構嫌説ある。はい、気持ちいい。あぽー、気持ちいい。これ歩疲れたらどうする？あ、歩は同桂でいいか。ちょっと待って。もう、ラリってるわ。ちょっと待って、一回落ち着こう。ラリすぎて、ちょっと考えることを放棄してる。歩はでも奇跡的に同桂で大丈夫だと思う。同桂の時が角取りじゃないから、銀出ればいけるから。これはでも攻め、土着そきついんちゃう？桂成りもできたし、金取る手もできたし、飛車取られても同角で取り返せるようになったし、
見てこのさばき方。うおおそう、これ、振り飛車大全みたいな寄付集に載せるべきやわ。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。ぐわーっごい。あわたかく12対11。負けられない戦いがここにはある。負けられない戦いがここにはあるな。え、負けられない戦いがあるんですけど。角換わりしよう。え、待って、これ負けたくない。角換わり。これバカ負けたくないんですけど。え、刺して早。え、ちょっと相手のペースに合わせていこう。防御ここでの、ここでの棒銀はちょっと、勘弁してほしいところはあるんだが。ちょっと歩ついてみようかな。角打ってみるのどう？この歩突きは角の利きを通した意味があります。で、角、歩突くと、歩突かれて、同歩同銀、同銀同飛車金上がるみたいな定石はあるんですけど、それはどうなってるんでしょうか。それよりも一回歩突く手の価値が高いか、角のライン止めて、歩突こうが、捕まいが、歩突いたら来るんですけど、ほっといてもどうせ来そうなんで、ここは別に突かなくてもいいっていうことはあるんですよね。で、そこの歩ついてもらうとなんか角出が金取りになるのが、でかいとかそういう話はないの。ないの。はぁ！あー、ちょっと待って。いや、無理か。いや、なんか、これ歩つい、ややこしくなるんですけど、歩ついたら歩ついてくる。あ、全然違うわ。歩ついて、歩ついて。あれ？ちょっと最初勘違いしたのは、歩ついて、歩ついて、取って、歩なってきたとき、歩叩こうと思ったんですけど、そんな歩は持ってないですね。はい。でも、歩ついて、歩突き同歩同銀に、歩叩いて、同角なんですけど、それ。同角なり同飛車に角打つと、飛車金両取り。飛車引いたら受かるけど、金取って、同飛車にさらに銀まで取れる。うわー、ちょっとそういうのをやるのはチンパンジーなのか。でも行っちゃった。いや、来た。ふわでも同角同角なり同飛車角は、角打たれるか。金取れるけど銀取られて、それは嫌やな。まあ、取るか。まあ、取っても手筋で、こうやって金で受けるっていうのが手筋。ここは飛車が効いてる、ここは角が効いてるなんで飛車なる場所ない。これでまあちょっと圧迫しに行くっていうのが G 数ではあるんですけども、G の数ではあるんですけども、数の G ではあるんですけど、で、これ、後々なんか飛車引いた時にさ、やっぱり、歩打ち同角、同角なり同飛車、角の飛車金両取りの筋があるのは、でかかったりしないの？なんか銀打つと？もう怒るよ。私もそろそろ怒りますよ。で、歩叩いて。で、飛車回って。はぁあ、回れる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 。これ取られたらやばいかと思ったけど、取られて取って、銀取られたらやばいかと思ったけど、最後こっちも金取れるから、カチ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 ありがとうございました。一局目は原始棒銀の将棋で、上に触れたらこっちんですけど、まあ、この局面を境に、こっちの攻めが決まって良くなっていきましたね。ここで銀上がりだったんですけど、これ本譜のなんか歩から桂とか結構攻めがきつくて、これぶっ刺さってるみたいですね。やっぱ原始棒銀やわ、将棋は。
将棋は棒銀。というわけで、まあ、本譜ぶっ刺さったので、なんか一回角で揺さぶられるのが嫌だったみたいですね。まあ、なんか桂取りは受かるんですけど、そこで歩打てば、桂馬逃げた時に歩成りで、なんか角も効いてるし、と金も作れるしで、こっちの陣地を圧迫していけると。飛車引いたら、歩打ち。逃げたら、と金引き。みたいな感じで。まあ、こっちも歩から暴れていけるんで、簡単ではないみたいなんですけど、桂成りも残ってますし、これなら互角の勝負が続いてたみたいですね。本譜は、この展開はこっちも攻め駒を攻められてる。まあ、こう、プレッシャーがかかってるんですけど、本譜は一方的に攻めていくことができたので、良くなって押し切ることができました。2局目は下に触れてたらこっちんですけど、これは攻めがぶっ刺さりましたね。マジで気持ちいいやつ。気持ち良すぎるやつ。で、これは、香車上がったのが危なかったみたいですね。っていうのも、これよくあるんですけど、まあ、この香車が危ない理由2つあって、1つはま、角のラインに玉が入ってるってことですね。角のラインに玉が入ってると、本譜みたいな攻めが刺さりやすいので厳しいと。あともう一つ香車を上がると、どっかでこう玉寄ってかわし、角のラインかわして受けるっていう手ができなくなるんで、よりこの角のラインを使っての攻めが厳しくなるんですよね。なので香車結構危なかったみたいで、本譜の桂跳ねから攻めればこっちが、ペースを握れると。なのでかえてまあこれ相当指しにくい手なんですけど、玉寄る方が良かったみたいですね。端玉で頑張る。まあ、もしくは、一回角、かわしといて、桂跳ねが当たりにならないようにするとか、まあ、歩ついて、桂跳ねを防ぐとか。まあ、でも、歩つくのは歩つくので、歩つきの攻めを与えるんで、怖いところはあるんですけど、まあ、でも、こうやって、すぐ崩れない形を作る方が良かったみたいですね。まあ、自分も香車上がってくるかなと思ったんですけど、桂跳ねが想像以上にきつかったみたいで、こっちが良くて、最後は寄せ切るというか攻めをつなげることができました。3局目は圧で勝った将棋だったんですけど、これ最後はまあ難しかったみたいですね。こっちが勝率60%なんで若干いいんですけど、最後の局面で銀を打たれるとまだまだ難しかったと。こっちとしては角なって、あ、ちょっと不成なったけど、角いって、で、角打てば、金と銀を狙えるから、うまくいきそうなもんなんですけど、これ、ここに歩を打つのがいい手みたいですね。ここに打つ方がなんか、自然ですけど、これ一応、同銀、同銀、歩打つっていう手があって、飛車逃げた時に銀取れば、8筋を突破できると。ここに歩を打つのがうまい手で、金取るのは、同飛車があるんで、これ同飛車って取るんですけど、そこで歩を打つと。これさっきみたいに同銀、同銀、歩打つってすると、8五に飛車を読んだことで、ここで相手の方銀取れる、あ、飛車取れるんですよね。で、これは飛車取られてしまうので、こっちとしては面白くないと。だから戻って歩を打たれた時には引くらしいんですけど、これでもう相手の方も玉囲って金に紐付けたりして刺しとけば、あれでもこれって銀出たらどうするんやろ。あ、かわしとけばいいのか。銀出たら、まあ、かわしとくとかで、刺しといて、まあ、若干こっちいいけど、まあ、66%やから、まあ、割といいか。まあ、でも、こっちも玉薄いんで、そんな簡単に決着つく感じではないと思いますね。まあ、こういう対応があって、激戦ではあったんですけども、圧。もう、圧。向かい飛車の圧。ということで、最後は、勝ちになりました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。